さあそれでは決勝戦の方をご覧いただきましょう。なんとかね決勝戦までたどり着きました。そしてね相手がウッコンヌイ散歩ではなく、僕たちが予選の初戦でやったクロスケ&カズキペアになりますね。はい、準決勝でクロスケ&カズキペアがね、ウコンヌイ散歩を倒したんでね、はい、まさかのね、やっぱり予選で1回戦目当たった時からね、決勝戦の相手になりそうやなというか、まあ優勝候補やなと思ってたんですけど、まあ案の定、決勝の舞台で戦うことになりました。はい。で、まあ大体ね、僕の試合って、後半盛り上がるタイプなんですけど、はい、この1ポイント目から盛り上がります。ちょっと見ておいてください。結構1ポイント目ってね大事なんでね、流れはこっちに来てるんでね、あとはこれを決めるだけなんですけど、はい、1ポイント目からやらかしましたね、ちょっとね。はい、もちろんリプレイなんですけど、何があったかね見てください。はい、セカンドサーブが入りました。この返ってきたリターンのセコのロブがちょっとガシャって、で、カズキがなんとかキャッチしたやつを、まあ、大体これで決まるんですけど、クロスケがナイスキャッチして、こう、ややこしい回転かかってたんですよ。ややこしい回転かかってんなーって分かってたけど、思ってた以上の5倍ぐらい。はい。そんなことある?5 倍ぐらい回転かかってたんでね。はい。そんなんあるってね。言われてます。わざとですかってカズキにもね言われてるんですけど、わざとじゃないわざとではないけど、はい、もうこの1ポイント目のせいで、はい、流れがもう完全に試合の流れはもう向こうに行ってしまいましたね。はい、確実に、はい、1ポイント目から流れは確実に向こうに行ってしまったんですけど、まあまあ YouTube の取れ高としてはこっちが、はい、流れ来てるかなと、はい、まあでも勝ちたいんでね、勝ちたいので、はい、まあこっからちょっとね頑張って挽回をしていきたいところなんですけど、まああの1ポイント目でね、はい、僕の取れ高を重視したプレーがありましたので、まあこのキープができるのかっていうのがかなり重要になりますね。はい。で、僕がミスったせいでね、瀬古がね、頑張ってくれてます。頑張って、俺が決めな、こいつやらかすと。はい。こいつやらかすから、俺決めなって多分ね、思ってたんでしょうね。まあ、思うよね。ペアやったら思いますよね。あんなボールを決めてくれへんのやったら、もう俺が決めるしかないと。はい。すごい不安にさしてしまってるので、はい。ちょっとそこら辺が見どころになるかなと。さあ、まあなんとか追いついて、フォーティーオール、この一本のところで、カズキのこのストレートですよ、もう。ね、この試合、僕たちすごい流れがいいし、僕と瀬古の結構ね、スーパーショットとかもあったりします、後半。ただ、このカズキが全部断ち切ってきます、スーパーショットで。はい。なので、ちょっと後半もお楽しみにしておいてください。かなり盛り上がった試合になるので。さあ、まだちょっと流れが悪い状態ですね。カズキのあのスーパーリターンからブレイクされ。さあ、ラブ40ですね。カズキが安定してる。さあ、ラブ40。さあ、ここをまずはね、まずは1本ちょっと取りたかったんですけど、まあやっぱね、クロスケカズキが前にいると、なかなかのプレッシャーを感じるので、ちょっとね、僕たちストローカーもひよってしまうんでね。はい。さあ、僕のサーブ、キープがまず大事なんでね。さあ、キープしていきたいところで、さあ、フォルトが続いております。ダブルフォルト1ポイント目。さあ、2ポイント目もダブルフォルトしてますね。はい。もう、ほんま、ごめんな、セコ。めちゃめちゃ不安にさせてしまってると思いますね。はい。これで、5連続フォルトですね。はい。絶対あかん。絶対やったあかん。はい。ここで、なんとか果敢に立ち向かうんですけど、カズキが勝て。カズキが勝てよ。さあ、ラブ40。うん、まずいな。さあ、このまずい状況でクロスケもこれ、備えに打ち込まんでもええやないかと。はい。
さあ帰ってきたやつ、これがちょっとね浮きましたよ。浮いたんですけど、浮いたんですけど重くそ決められましたね。はい。で03です。さあまずい、こっから日本一瀬古はどうするのか、こっからが見どころですよ。まあ僕もねやっぱり YouTube 歴がちょっと長くなってきたんでね、ちゃんとエンタメは分かってますから、こっから本気をね出していくので、ちょっと見ていてください。こっから盛り上がりますから。さあクロスケサーブ、フィフティンオール。さあここで瀬古が乗ってきます。いいリターンがいきましたね。さあ30-15。さあここで追いつきたいし乗っていきたいところで、クロスケのいいサーブがギリギリ入ってたんですよね。さあ30-all、ここすごい大事、この場面でしっかり僕が決めました。いやーやっと仕事したな、03の30-all で、はい、やっと仕事しました。はい、起きました、おはようございます。さあリプレイをちょっとご覧ください。03-30-allですね。さあこのボールがストレートに飛んできて、このロブがちょっと甘かったんですけど、カズキがあんまりちゃんとスマッシュの構えになってなかったので、多分ゆっくり足元に来るやろうなと思って、それをあえて跳ねさして、もう上で取ったろって決めてたんですよ。ほんならちょうど同じところというか、はい、いいところに来まして、で僕のリターン40-30でめちゃめちゃいいリターンが返って、さあ13。さあこっからですよ、反撃ののろしは立ち上がりました。ここで瀬古のサーブ、ここはねきっちり取っていきたいところで、さあ瀬古の威力のあるストロークね、見てたらねなんかあんまり速そうとか思わないと思うんですけど、瀬古の球かなり重くて速いんで、やっぱりねそれなりの覚悟でボレーをしていないと、やっぱ今みたいに吹っ飛ばされるんですよね。なのでそこをね、どんどんいい部分をね出していければいいかなと思うんですけど、まあ瀬古は勝手に出してくれますよ、僕はあとやることをやるだけ。さあ13-30-love、ここをしっかり取って流れにちゃんと乗っていきたいところで、乗っていきたいところで、なんだそのリターンは。ちょっとリプレイを見てください。あの体勢でそんなえげつない球いく？さあこれですよ、腕っぷしがすごいね。はい、弾道アウトなんですよね。だからクロスケもちょっとウォッチしてるんですけど、そっから回転ゴリゴリかかってたんで、そっからもうフラットドライブみたいな感じだったんでね、はい、それが入って40-love で、この瀬古のサーブをしっかりしっかりねキープして、さあ流れが来たところで見てください、カズキですよ。この落ち着きをすごいよね、あのワイドに打つね。さあラブヒフティ、まあなんとかここを取っていきたいところで、僕結構いい感じで足元沈めたんですけど、落ち着いてファーストボレーされて迷いましたね。ワンバン落とすか、ノーバウンドでドライボレー行くか、ちょっと悩んだんがミスりましたね。さあラブホーティね、流れが来てたのに、まあまあまあ、でもまあまあ キープなんでね、キープなんでね、まあちょっと僕たちはワンブレされてる状態なんですけど、まあここではいまた断ち切られましたね。はい、カズキのこの落ち着いたプレーはどっから出てくんのどっから出てくんのそれ、教えてほんまに。さあここでキープはねしないと 2-5 になってしまうんでね、 2-5 はまずい、 2-5 はほんまにまずい、キープは必須。さあ15-all で、はい、ここがちょっとねイレギュラーしましたね。はい、僕の回転もかかってたプラスイレギュラーしたので、ちょっとクロスケが取れなかったという。さあ30-15、ここでなんとかいいファーストボレーが返り、カズキがミスってくれましたね。さあ40-15、ここはもうほんまに1本で取ろう、次これ取られたらカズキのリターンなんでね、はい、分かってる俺って言ってるやん、なんでダブルホールドすんねんね。はい、さあ40-30、ここマジで1本で取っとかないと、多分カズキが40オーラリターン行くはずなので、ここは1本で取っていきたいところで、ありがとうセコ、ナイスボレーですね。はい、ちょっと甘くなったやつをきっちり決めてくれました。さあ3-4、依然ワンブレイクのままここをなんとかねしっかり取っていきたいですけどね、瀬古のロブのタイミングめちゃくちゃいいんですけどね、なかなかやっぱねカズキの上を抜くってなると背高いんでね、なかなかむずいんですよね。はい、絶対これはちょっとねガシャって入ったんですけど、まあまあこれはもう決められますね、これはもう仕方ない。クロスケのサーブがなかなかね崩れないんでね、結構きついんですよね。
セカンドサーブもね、しっかりクロスケは振ってくるんで、こっちも結構ちゃんと回転をかけてあげないと入らないんですよね。さあ、ただもう声でね、はい、僕は声出して、もうやっていくしかないので、気合でちょっと取ったろうと思ってね。さあ、ここでいい足元に沈んで、もう一本沈んで、クロスケが詰めていたのが分かったので、クロスにスピンロブ、これは綺麗に決まりましたね。気持ちよかった、これは良かった、よう落ち着いてる。さあサーティーオール、大事なところ、さっきと同じような展開。さあここで瀬古が打ったボールを返される。で前詰めて、おいカズキカズキ落ち着いてくれ、なんでそんな落ち着いてストレート打てんねんさあサーティーフォーティー、ここを取りたいんですけどね、また落ち着いてるんですよ、あの高さで。まあ僕も結構苦しい体勢で返したんですけど、あの高さで、あのストレートに行った時で僕多分打たれると思ったんですよ、真ん中にね。だからちょっと足の方向真ん中向いてるんですよ。で真ん中やろうと思って構えたら、一番遠いあそこの前にドロップされましたね。あの高さでドロップ結構難しいんですよ、優しく打たんとダメなんで。結構まあそこをきっちりいかれましたね。いやー断ち切られるねさあ3号マッチゲームでやばいところで瀬古がいいサーブ打ってくれて、はい、いい足元に沈めてくれたので僕がしっかり決めました。さあ15ラップ、ここら辺からね瀬古もね覚醒してきます。はい、ここら辺からセコも覚醒してきてくれるので、さあいい形でポイントを取って、サーティラブいいリターンやったんですけどね、はい、セコの体幹はやばいんでね、はい、打たれようが何されようが絶対こうやって崩れないんで、見てください、なんなんそれなんなんそれ、ちょっとリプレイを見てください。僕も笑うしかないですね、やることないんでねセコが全部後ろでやってくれるんで。さあ僕が今手出したでしょ、あれ瀬古も多分ね、あダル取るかなみたいな思ってたと思うんですけど、それをしっかり構えてこれですよ。でめっちゃ早いタイミングで取ってるんで、ちょっともう一回リプレイを巻き戻って見てほしいんですけど、和樹が空中いる時で着地したぐらいにはもう打ってるんですよ、瀬古が。だから手伸ばしたら取れるやんって思ったでしょ、今和樹の手の長さなら。でもねタイミング的に無理なんですよ、あの速さで打ったらね。それがすごかった。そしてこのポイントもエグかった。和樹がすっげえいいリターンしたんですけど、それを落ち着いてね。さあもう僕らの流れが来ておりますよ。まあワンブレイクなんでね、ちょっとまずい点差にはなるんですけど、まあ流れ的にはね取れる感じにはなるでしょう。1ポイント目はちょっと取られたんですけど、このこれカズキ落ち着けなんやあの打ち方は。ここでね、はい、ちょっと浮いたんですけど、これを頑張って僕がキャッチします。カズキのなんやそのキャッチの仕方は。いやキャッチはわかるよ、もう一回ちょっと見てください。ここでクロスケがドロップで、僕が頑張って走る、でカズキがカバーに入る、これ右行ってますよね。右行きながら頭の上らへんの高さでキャッチして、あそこですよ、右に行きながらボールをクロスに打つ。ちょっともう一回見てください。はい、いやもうね意味わかんないんですよほんまに。一回やってみて、みんなほんまに。ここで僕が頑張って走ります。でカズキ右行きます。で行き過ぎたってなった時に、キャッチした時に ここですよ、ここ、あそこに行って、この後見てください、詰めてるんですよ。そこまで呼んでるほーんな無理やろ、無理よもうほんまなんかダブルスのために生まれてきた男とはこのことなんかな。はい、めちゃくちゃうまかったですね。で、まあ、あのキャッチもえぐいけど、その後の爪とかもう意味わからへんもん、もうほんまに。さあトリプルマッチポイントじゃないね、40をデュースなしやからフォースマッチポイントですね。
いやでもまだね、こっからですよ、まだこっから一波乱僕が巻き起こしますから、ちょっと見といてください。ラブ40ですけどね、まあただセカンドサーブなんで、さあここをしっかり沈めて、で浮いたやつを瀬古がしっかり決めました。さあこっからですよ、こっから僕らの巻き返しを見てください。さあ1540、カズキのファーストサーブが入って、瀬古めちゃくちゃいいリターン、あそこにゆっくりの足元はマジで効きましたね。さあ3040、もう一本取ろう、もう一本。さあこれがちょっと球が浮いた、でも瀬古がしっかり沈めてくれて、僕がもう一回足元沈んで、その浮いたやつを、くっそこれね、悩んだんですよね。はい、ちょっとあれを取られてしまって、はい、4-6で負けてしまいました。いや最後のポイント悔しかったな。もうなんかね、左利きと組んでたからこそというか、まあお互いフォアハンドやったじゃないですか。で僕も瀬古もフォアハンドめっちゃ得意なんで、あの足元沈んでボール浮いてきて、まあ僕が体勢悪いってね、多分瀬古も思ってたんでしょうけど、それでカバーに入ってくれたんですよ。で僕も意外とこっちに飛んできてくれてたんで、結構体勢は構えれてたんですけど、まあどっちが行っても正直おかしくなかったんですけどね。はい、まあそこは仕方ないですね。あそこら辺がやっぱ、まあペアリングがもうちょっとできてれば行くとかね、行けたんですけど、まあまあ仕方ないですね。まあ 0-3 からね、よう追いつきましたよ。っていうか、まあそもそも1ポイント目のね、はい、僕のやつが悪かったんでね、はい、ごめんね瀬古。まあまあこのハイレベルな大会で、まあ決勝まで、そして僕確かこれインフルエンザ明けやったんで、でまだあんまりちゃんと感知しない時で、あの試合やったんで、まあようやったかなと、はい、上出来じゃないかなと思います。はい、まあまあこれからまたベテランの試合に出ていくので、まあちょっと今僕サーブを変えてるので確率はすごい悪いんですけど、まあそういうのもベテランで試合に出てね、本番の試合で確立させないとなかなか自分の身にならないので、はい、試合が一番練習やと思ってるので、はい、そこら辺もしっかり頑張っていこうかなと思います。でこの大会クロスケがね主催してくれてるんですけど、まあ4月にもう一回やろうかと、すごい盛り上がったので4月にちょっともう一回やろうかなみたいな話はしてますので、まあその際にはまたぬいさんぽさんとかね、キョトとかをちょっと読んで、まあ出てくれたらいいかなと思うので、まあその試合もちょっと観客ありでやりたいなみたいな話はしてるので、まあまあまた詳細はYouTube 上なりなんなり SNS で発信していきますので、はい、ぜひ皆さんまた次の動画をお楽しみにしておいてください。くっそ悔しかったな。はい、終わりました。楽しかったね。楽しかったです。ただ暑いね。そうですね。はい、なんとかね、結果の方は準優勝でした。準優勝微妙。まあ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 、でもよう頑張ったよな。そうですね、初ペアでもうお互いサイドどっちからスタートして、でがっつりストローカーなんでバコバコ打つので、そういうペアと久しぶりに組んだんで自分の立ち位置もあんまりこう分かってない状態やったんですけど、まあまあまあ結果は準優勝という、予選の1回戦目のタイムレーで負けた相手に負けたんですけどね、はい、その人に今動画撮ってもらってるんですけど、クロスケです。クロスケです。で、準優勝なんですけど、商品がお肉です。お肉プラス商品券。そしてなんか僕はなんかいろいろあり8000円分ぐらいの商品券が。すごいっすね。いやすごいよな、準優勝で、はい、すごい大会です。まあこれを主催してくれたのが実はクロスケなんですよね。はい、はい、ありがとう。ありがとうございます。まだ出てくださいね、次も。またぜひぜひ春ぐらいにもう一回やってくれるのかな。やります。はい、その時にはタクは読んでいいのかな。うん、ちょっと検討します。ああ、ちょっとじゃあタクは検討ということで、僕はじゃあまあ引き続き瀬古と組んでいこうかなと。またね、瀬古のインスタを概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひチラッとでもいいので、ね、見に行ってください。はい、ベテランの試合とかもまた今後続いていくので、はい、まあまあそれに向けた前哨戦みたいな試合ですごい楽しかったんで良かったかなと思います。また
次の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。では、怪我のないテニスライフを。あざした。